はい、皆さんこんにちは。昨日サービス開始した Apple Music の空間オーディオとロスレスですけども、今日は Apple 製品いろいろあるうち iPhone に絞り込んでこの空間オーディオとロスレスを試してみたいと思っています。それではいきます。はい、ということで人によって時間帯違ったようですけども、昨日このようにアルバムタイトルによってドルビーアトモスとかロスレスのマークがつくようになりました。で、設定のミュージックの欄ですね、こちらについては表示が項目が増えまして、例えば 14.5.1 との比較になりますけども、この一番上のところにモバイルデータ通信という項目があって、さらに中ほどにオーディオという項目が増えまして、で、ここにドルビーアトモスの再生をどうするかとかですね、あとはオーディオの品質なんかの設定が現れたということですね。で、このオーディオのところの一番上はドルビーアトモス、これ再生時に自動にするか固定にするかなど、そしてオーディオの品質につきましては、このロスレスオーディオというののオンオフ設定が出てきています。で、以前はこのモバイルデータ通信の際のストリーミングの品質なんかは選べたんですね。高品質ストリーミングとか。それで今の 14.6 でサービス開始後にはこのようにオーディオの品質のところからモバイル通信ストリーミングで2種類選べるほかですね。あとはこちらロスレスオーディオオンにしますと3項目モバイル通信ストリーミングで4種類選べるほかですね。あとはこちら Wi-Fi のストリーミングについても設定で高品質ロスレス、ハイレゾロスレスの3つが選べて、これダウンロードについても3つ選べるようになっています。はい、それではドルビーアトモス空間オーディオのファイルをダウンロードして聞いてみたいと思います。で、これおそらくデフォルトはオフになってるみたいですけども、ドルビーアトモスでダウンロードというのをオンにいたします。はい、それで切り分けをするためにロスレスオーディオについてはオフの状態でダウンロードします。で、ちょうど Apple Music がスペシャルオーディオというプレイリストを、出してくれていたんで、それをダウンロードします。で、これはドルビーアトモスの楽曲を20曲以上集めたもののようですね。で、同じく12 mini の方はこれ自動的にドルビーアトモスにならないんで、普通のファイルをダウンロードするという感じです。で、まずはね、AirPods Pro の方から試してみたいと思います。で、そのプレイリストの中には聞き慣れた曲、ジャスティン・ビーバーのホーリーっていうのもありましたけど、これドルビーアトモスが表示されてますよね。で、これ聞くとね、やっぱりパーカッションとか、あとはバックコーラスなんかね、よく聞こえるんですね。で、これちょっとシングルの契約なんですけど、今ね、左側の普通のファイル、12 mini の方で聞いていますけど、で、やっぱね、聞き比べると、この、さっき言った通り、バックコーラスとかね、あとは音の聞こえてくる位置が、右側の方が空間的ということでですね、これは AirPods Pro で聞いた感じだと明らかに違うというのがね、わかると思います。で、こういったノラ・ジョーンズの曲なんかですと、これウッドベースとか、あとはピアノとかがね、伴奏で入っていますけど、そのあたりがライブハウスの会場にいるみたいなね、イメージで聞こえてきたりはね、しますかね。はい、で、お次は AirPods Max で試してみました。こちらの場合、先にドルビーアトモスない方ですね、左側で再生をしております。で、Max の場合はもともと結構拾ってくれる音が多いというか、しかも結構ね、低音とかも綺麗なんで、そういった音がね、出ています。で、お次こちら右側の方にね、切り替えをしてみたいと思います。で、これね、今ね、切り替えたところですけど、で、この場合はですね、確かに空間はワッとね、広がる感じはあるんですけど、なんか AirPods Pro よりは、差が大きくない感じはしたですかね。なんか映画の空間オーディオの方が差が大きい気もします。はい、そしてお次 AirPods の第2世代です。これはね、前で言うと空間オーディオの映画とかっていうのは対応していなかった機種なんですけど、今回ミュージックでは対応しています。で、まずは右側空間オーディオの方から聞いていますけども、で、これがね、AirPods 第2世代って、ちょっとね、外の音とか聞こえやすいタイプのイヤホンなんで、物足りなさが正直ないこともなかったんですけども、それがね、結構おっていうね、迫力のある、この空間オーディオになったという感じで、これ非常に好感持てました。
特にこの曲だと25秒以降でパーカッションとかバックコーラスが入ってくるんですけどね、まあ、そのあたりの存在感がぐっと上がってですね、近づいた感じがするんですね。で逆にこちらのドルビーアトモス空間オーディオではない方ですけど、これの場合はですね、この25秒以降の30秒あたりの方の、まあ、バックコーラスがやっぱちょっとね遠い感じがするんですよね。でパーカッションについてもチャッチャッチャッって入るやつがですね、まあ、そんなに近くは聞こえないという感じ、まあ、このあたりね結構 AirPods 第2世代には差がありました。でザ・ウィークエンドとかに関しても結構ね私は違いを感じて、やっぱりね切り替えた瞬間にわっと広がったような音になるというね感じでしょうかね。でお次はサードパーティーアンカーのサウンドコアというイヤホンですけども、まあ、こちらについては Apple のガイダンスを見ますと、ドルビーアトモスを常にオンにしておくことで、まあ、効果があるようなことが書いてあったんでね試してみますが、で、まあ、これについてもこの空間オーディオの効果はね結構あって、でこれも同じく25秒以降の、まあ、パーカッションとかバックコーラス、まあ、そのあたりがね割と距離が近くなったりとかしていまして、でこれ普通の空間オーディオなしの場合には、まあ、ちょっと物足りない感じのステレオ感がありますよね。まあ、サードパーティーも種類によるでしょうけども一定の効果が期待できるのではないかと思いました。はい、それで Apple Lossless の方も今回 Apple Music で配信を一部開始していますけども、こちらは 24bit 48kHz の方ですね。でこちら設定のミュージック、オーディオの品質のところから Lossless Audio というボタンをオンにすると使えるようになります。で、まあ、さっきお見せした通りダウンロードでこちら Lossless というね設定をいたします。でこちらちょうどテイラー・スウィフトのアルバムがこれドルビーアトモスとロスレス両方マークがついていたので、こちらをアルバムごとダウンロードしてみました。で同じことをドルビーアトモスもロスレスもない iPhone 12 mini でダウンロードをしたという感じ、まあ、これ両方を聞いてみて比較してみたいと思います。で、まあ、こちらロスレスを聞くにはどうしてもねこの DAC というデジタルアナログコンバーターというものが必要で、まあ、これ買っておいたんですけどライトニングタイプのやつですね。で、まあ、私の場合ハイレゾ対応と歌っているヘッドホンはないんですけども、まあ、ビーツソロプロが有線のモードに対応してるんでね、まあ、これをつないで聞いてみたという感じでございます。でこの状態でね聞いてみたんですけど、まあ、非常にねいい音なんですよね。で、まあ、空間オーディオも聞いている感じですし、あとはロスレスの効果もあるような感じがして聞いていました。で今度はこちら DAC を差し替えまして、ドルビーアトモスでもなくてロスレスでもない方を、まあ、これね聞いてみたという感じで、で何曲か聞きましたけどね、なんかどちらかというと空間オーディオがなくなった感のがね、強いという感じで、なんでまあこれ再生機器にもねよるんでしょうけども、まあ、このドルビーアトモスの効果の方が前面に出てくる感じは正直あったですかね。はい、それでロスレスファイルの重さについてはどうなのかなと思いまして、こちらジャスティン・ビーバーのね1曲だけダウンロードをしたんですけど、条件を変えて3種類で容量の差を見てみたんですね。これドルビーアトモス、ロスレスというやつなんですけど、でドルビーアトモスでダウンロードオン、そしてロスレスオーディオについてはオフにした状態で、まあ、ダウンロードをね行いました。で結果としてこの1曲だけですけども、でこちらは 19.7MB という容量だったんですね。で今度はこの曲一旦削除をしまして、で設定の方をね変えていきます。でオーディオの品質のところからロスレスオーディオオンにして、でこちらダウンロードにつきましては、ロスレスという、ね、設定にして、同じことを、ね、やってみたいと思います。でダウンロードの方を同じくやりまして、で容量の方を、ね、見てみると、これがねなんとダウンロード済みのとこ見ると 19.7MB と、なんか基本的にこれサイズが変わってなかったんですよね。それで今度はドルビーアトモスでダウンロードをオフにして、でさらにこちらロスレスオーディオの方も、ダウンロードを、ね、オフにしてしまおうと思いますけども、でそして同じくダウンロードの方を、ね、してみたわけですけど、そうするとこれドルビーアトモスでダウンロードしませんかというのを、ね言ってくるんですけど、今はしないを選んでダウンロードを進めたところ、まあ、結果としてこれダウンロード済みのファイルが 5.6MB ってことでね、まあ、この条件だと軽くなるみたいですね。まあ、そんなんで組み合わせとしましては、ドルビーアトモスの場合には AC でも ARAC でも 19.7MB ってことはね変わらなかったんですよね。
で単純にドルビーアトモスを外すと 5.6MB になったという結果になっています。まあ、もしかしたらダウンロードのファイルは同じで再生時に変えてんのかななんてちょっと思ったりもしましたけど、実際はどうなんでしょうね。はい、でお次ハイレゾロスレスについてはどうなんでしょうか。まだねタイトルが極端に少ない感じがします。で宇多田ヒカルさんの曲にハイレゾロスレスのマークがあったんで、これはねドルビーついてないやつなんですけどね、あったんでこれをダウンロードしてみたいと思います。でこれロスレスオーディオオンでダウンロードもハイレゾになっていることが確認できると思います。でダウンロードのねしたわけですけども、まあ、さっきまでのロスレスと比べるとちょっと時間がかかった印象 で容量の方も 87.7MB と結構な容量となっていました。で同じことを iPhone 12 mini で行いました。でこの場合は OS が対応していないですから自動的に AAC になりますけど、こちらが 9.2MB ってことで、まあ、9倍10倍ぐらいの、ね、容量差があるんですね。で聞いてみましたけども、こちら、まあ、ビーツドロプロって、まあ、厳密にはハイレゾ対応を歌っていないものですけども、経由している DAC については 24bit192kHz 対応のものを使っています。で、まあ、聞いてみましたけどやっぱり解像度高いなという印象です。まあ、拾っている音の種類がねたくさんあるなというねイメージですね。で、まあ、同じヘッドホンと DAC の組み合わせでこちら AAC の方を12 mini で聞いてみましたけど、やっぱりねこの右側のハイレゾの方が解像度は高いってことが私にも分かりました。まあ、そんなんでねこのハイレゾ対応を歌ってないイヤホンでも聞いたりしましたけど、まあ、それでもねやっぱり 192kHz24bit のは、まあ結構音がいいなということがね私にもね分かったんで、まあ、よりこだわる方は DAC とかヘッドホンもハイレゾ対応と歌っているものを吟味して購入して、まあ、試してみるのもいいかもしれません。まあ、手軽さはね、ワイヤレスよりはないという印象です。でハイレゾロスレスの 4G のストリーミングはどうでしょう。うちは LINE もが 4G しか入らないんですけども、今 Wi-Fi を切ってで設定の方をねモバイル通信のストリーミングハイレゾロスレスに切り替えまして、で速度はねだいたいダウンロード49ぐらいしか出ないんですけど、まあ、この状態で、さっきの曲1回ダウンロードを外しています。でやったんですけどね、再生1曲通して一度も途切れることはなかったんで、まあ、容量は食いますけど問題なく再生できるみたいでした。はい、ということで音質がパワーアップした Apple Music iPhone で試してみましたけども、まあ、私が感じたのはねやはりこの空間オーディオに力を入れているなということで、こっちが主軸という感じで、まあ、今まで持っている AirPods シリーズとか Beats とか、あとはね Max とかでも使えるほか、まあ、サードパーティーでもね効果が期待できるような感じがしました。でまあ、使ってみて思ったのは、空間オーディオは特に普通の人が新しい技術で手軽に音楽を楽しめるというスタンスですね。まあ、これはもう Apple の音楽に対するいつものスタンスという感じで Apple らしいなと思いました。はい、それでハイレゾロスレスにつきましてはやはりこだわりのマニア向けということで、まあ、DAC を買ったりとかですね、まあ、有線イヤホンヘッドホンに戻っちゃいますから、まあ、そのあたりがね音質を重視する方向けに受け皿を作ったということで、まあ、今後タイトルも増えていくのかなという感じで、まあ、その2本立てでですね、まあ、Apple Music のアップデートを行ったという感じでございます。まあ、私はワイヤレスイヤホンで気楽に空間オーディオで楽しむのが一番好きかななんていうふうにはね思いましたけどね。まあ、そこは人それぞれお好きなやり方でという感じですけども、であとは Mac とかね iPad については、今回ね長くなっちゃうん で iPhone に絞っていますけど、後日予定をしております。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。